ルフト界の頂点に立つ男が作り上げたこの一品は絶品。速さ、完成されたドリフトを追求するとドリシャマをここまで進化する。コグチ 180SX 妥協はない。 GT 選手権マシンに近いスペシャルスポーツコンパクトカー、帝王の名コグチ吉野。カッコつけても全然カッコつかないその風貌と喋りに注目。前の車を乗ってた時にちょっとノーズが重いのがすごい気になって。ディレクター永瀬の喋り、絵をいくら加工しても田舎の雰囲気、帝王小口。素敵じゃない本人とは違い、マシンは威風堂々。なぜにここまで？その問いに小口はこう答える。ドリフトやろうってもうバカにされたくないんですと。そう、この男、自らの見せる走りと同様に車も見せる。本人田舎草、車はかっこいい。タイロッドを変え、切れ角を稼ぎ、サスアーム類はピロカー、アームブラケットや左右の補強は脱着可能。限界を極めたドリシャ、超高速ドリフトを目指すとマシンもこう進化する。スーパーラップを目指す車と基本的なマシンメイクの方向性は同じ。180の弱点を克服するために近づけされたロールゲージは小口流。6速ドグミッションはセットが決まれば小口得意の蹴りも必要なくなる。数々のアイデアはこの道のプロだからこそ。この180は勝つために生まれた。その走り、この日がシェイクダウン。一発で決めろ。あなたに期待して。ああ、やっぱりドズだね。